両チームの選手たちがピッチに登場してきました。第2節です。セレッソボールでのスタートです。ソーザが左サイドバック丸橋に預けて、ここで1本長いボールを使います。ターゲット杉本、おっとセカンドボール流れて水沼シュートだ。いきなり決定機でした。いきます。昨シーズンはリーグ2位の10アシストを記録した丸橋です。ファーサイドヘッド、競り勝ちましたが木本枠の上です。ここは高木俊之、中にカットイン、高木俊之、おっとこれが秋谷、そして杉本シュート、高木入れます。おクリア流れた、杉本健雄、杉本、新シーズンのファーストゴール、杉本健雄先手を取りました。セレッソ大阪に引きつけていく柿谷、自分で落とした、シュート、高木俊之完璧なアシスト、柿谷陽一郎。さあ三好拾ってクロス、ジェイが来た、チャナティップでしょうか、チャナティップが決めました。 J リーグ初ゴール、狛江のクロス、ヘディング、深井が決めた、2対2タイスコアです。セカンドは三好倒れますがノーファール。さあ広大なスペースがあります。逆サイド杉本折り返した、柿谷、柿谷カウンター完結。ニアに巻いてきます、ヘディング、またしても追いついたコンサドーレ振動です。左持ち帰るジェイ、前は蓋をされます。試合が終わりました。痛み分けの3対3。コンサドーレにとっては、はい、この3対3は大きな一歩ですよね。글쎄요뭐전반에좋았는데후반에역시이스코어가장위험한스코어라고얘기를했었고선수들한테근데그위험한상황이뭐현실적으로나온것같습니다前半いい形で 2-0 で折り返リードして折り返すことができて、で後半入る前に選手たちに 2-0 のスコアって すごく危ないスコアだから集中力持ってやろうと話をしましたけれども、その危ないところが現実になってしまいましたね。